こんにちは、グラスバレー株式会社プロダクトマネージャーの橋本と申します。今回はですね、グラスバレー、インタービーの目玉といたしまして、グラストゥーグラス IP ソリューションと銘打ちまして、鳥のカメラからですね、編集、それから、スイッチング、送出まで、全て IP で接続するというソリューションを、ご紹介しております。こちらのですね、IP インフラストラクチャーコーナーがその核となるコーナーでして、こちらの方はですね、従来の SDI だけではなく、新しいですね、 IP の入出力を持った、ルーター、また、それを、従来の SDI と同じように制御するようなコントローラー、こちらから構成しております。このコントローラーなんですけれども、GV コンバージェントという新製品でして、従来のルーターコンパネを使い、IP と SDI 相互のルーティングが行えるものになっています。またもう一つの目玉の製品といたしましては、 GV ノードというですね、リアルタイム IP プロセッシングノード、こちらはですね、 SDI だけではなく IP 込みでルーティングが行える次世代ルーターになっておりまして、マルチビューアーとかですね、プロセッシングカードを入れることで非常に多用途に使えるノードとなっております。この他にもですね、グラスバレーでは鳥のカメラからですね、スイッチング、送出サーバー、リプレイシステムといった幅広い製品の IP 対応をしておりまして、すべての製品が年内に発売の予定となっております。またノンリニア編集システムエリウス8を搭載したですね、新型短期システムも豊富に今回お披露目させていただいております。ぜひグラスバレーブースに足をお運びいただき、ご自身の目でご確認いただければと思います。どうもありがとうございました。